こんにちは、森下トームの森下です。いやちょっと最近なんか太陽の日差しが強くなってきましたね。そろそろこうまた夏が来るのかなっていう季節が近づいてきたと思いますけども、まあちょっとねそういう中でね、最近断熱リフォームを僕よくお客様に勧めてるんですけども、やっぱり断熱リフォームっていうとなんかこう一番のこうなんていうんですかね、繁忙期というか反響が多い時っていうのは冬の寒さの前ですよね。みんな寒いの嫌いやから、特に女性なんか嫌いやから、もうあったかくしたいわっていうことがあるんですけども、最近気候変動の影響ですかね、夏がめっちゃ暑くて長くないですか。でね、冬の寒さを我慢せずにしてくれるなんかお年寄りの人もは最近増えたかなって気がするんですけど、夏に意外となんか痩せ我慢を続けている人多いところがありましてね。で僕やっぱこう断熱リフォーム夏にこそいるんじゃねっていうことがちょっと意を強くしているところがありましたんで、今日はその少しまあ早い部分もあるかもしれませんけども、準備に時間がかかると思うのでね、この暑さを抑えるという視点 でしかも限られた予算の中から予算配分考えながらやる夏対策の断熱リフォームということについてね、少し解説をしていきたいと思います。はい、じゃあいつものように僕の板書き見てもらえたら思うんですけども、この外気温の暑さっていうのは尋常じゃなくて、僕たちがね子供の頃って夏ね30度ぐらいになったらね暑いと思ってました。僕30度な、暑いと、ね、でも今30度なんかすぐですよね。ひどかったら35度ぐらいになってませんね。えだから僕の友人 の小暮さん家 の群馬県なんかもう40度ぐらいになるって、もう40度って人間が住むとこちゃうかなと思うぐらいな勢いの中なんで、やっぱりそれに対する備えっていうのを家として変えていかなきゃと思うんですね。でまあこれ家のことをこう少しこう構成を言っていくと、まあ、家は屋根があって天井があって2階に床があって1階に床がある、でそれを基礎が支えてる、まあ、こういうことになってくるんですけども、まあ限られた予算、うちはまあお金かけられへんねんいう中で言うと、まあ、これだけしなはれっていうのをまず言ってきますね。それがまず一番、それがですね、屋根のまあ、あるいは天井でもいいですけども、断熱とか遮熱性能の強化です。これマストです。で、まあ、具体的に言うとですね、まあ、2階に天井がある家が多いと思うんで、天井の上に、まあ、グラスウールなんかの断熱材が引いてあるか、まあ、昔の家やったら全く何もないか。だから2階の木造2階ってめっちゃ暑くないですか。もう僕昔木造の2階に2段ベッドの上に寝てた時がサラリーマンの時代ね、寮やってあったんですけど、寝る時にね37度でした。扇風機ぶん回しで寝てまして、パンツ一緒に寝てましたけど風邪ひかへんかった、それぐらい暑かったんですけども、なので屋根天井のところに断熱を入れるっていうのはものすごく効くんですよ。で特に吹き込み断熱、例えば吹き込み型のグラスウールとか吹き込み型のセルロースファイバーみたいなやつはすごい入ります。入れやすいです。でくまなく入るしなるので、これやっとくと、まあ、特にセルロースなんか熱よりも大きいんでね、すごく熱も蓄えてくれたりするからすごい快適ですよ。で、まあ、それをまあ絶対してください。そんな高くないですよ。まあまあまあ20万とかちょっとしたお家ぐらいで、それとかまあ30万ぐらいまででできるんじゃないかなと思います。でって思うかもしれないけど、まあやってください、めっちゃ効果あるから。特に2階にね、もう大人が住んでる家かわいそうやもんね、エアコン効かへんし、やからやっていただくといいと思います。それから屋根の表面をね、屋根って黒っぽい屋根多いけど、これ白っぽくできるんやったらされるのも効果ありますよ。やっぱ反射率全然違うんでね。でこれがやっぱあります。でそれから2番目が、特に南ね、南の窓からの日射熱を遮蔽する、要は隠すってことですね。で特にいやいや、そしたらもうカーテンバシッとうち閉めてるから言うんですけど、あれあかんです。カーテンを閉めてもガラスから熱が入って一旦部屋内に入っちゃうんで、あんまりええことないですよ。カット言うて率が悪いですから、外にかける、窓の外で、まあ、ホームセンターで売ってるようなすだれとか吉津みたいなの全然いいです。でそれをやっていただくと日射遮蔽はとっても効きます。でまあね、これ1番と2番、実は1、2って作りましたけど、これ逆、これどっちが先か言うたら
言うぐらい、ほぼ一緒にやらなあかんぐらいの感じです。で2番に関してはね、お金かけんくても工夫でできるんで、ぜひ1番と2番をセットでやっていただいたら、本当どえらい違うなと思ってもらえると思います。でなおかつやっぱりこの3番目にあるようなですね、エアコンがよく効くようになります。だからエアコンが効かへんって言うと思ってるから、今日で温度設定18度ぐらいにしてブンブンかけたりするから、今度その冷気が直射する、例えば奥さんなんかはもう寒い言って、でも旦那様暑いって言ったら、2階の寝室がそんなんやったらもう夫婦仲悪なったりしますよね。だからもうこれやっぱり やっとかれた方がいいと思います。そして3つ目が、さっきの話で出てきましたけど、エアコンがやっぱりよく効くようにせんと、夏の涼感は得られません。よくね、風通しようになったらええんやって言うんですけど、今時ね、風で入れてもね、涼しくないです。湿気は多い。そして街中の家なんかやったらね、周り近所に家建てたらみんな室外機でエアコンかけとうでしょ。室外機は熱バンバン出てくるのに、さらに温められた空気入れても、まあやっぱりしょうがないから、やっぱり閉めてエアコンかけるべきやと僕は思うので、そのためにはね、室外機の場所チェックしてください。室外機が南にあって直射日光を受けてると、北側とかで隠れとったらいいですよ。その時は南の時にはなんかカバーかけて、屋根ちっちゃな屋根で発泡スチロールの魚屋さんなんか持ってる発泡スチロールの蓋みたいなのペタッと置くでも開けても全然効くんで、それを置いておかれるとすごくいいと思います。でまあここまでが絶対やってほしいことで、さらに言うと気密を上げてほしいです。これはさっきのエアコンをよく効くようにするというためです。で気密が古い家で取れてない最大の理由は、気流止めがされてないのと窓の性能が低すぎるってことです。で気流止めっていうのは、床と壁の取り合いに実は隙間が空いてるんですよ。こいつを何らかの方法で埋めてしまうと、風が通らなくなるだけでぐっと家の気密は高まります。なんでおすすめは、床下に潜って、床下に、発泡ウレタンみたいな感じでバーッと吹いて、断熱兼ねて気流止めも兼ねてやるっていう時が、これすごくいいと思います。これも、屋根ほど天井ほど安くできないですけど、ちょっと上乗せぐらいの金額でもできていくので、まずは予算が厳しかってもこれやられたらとってもいいと思います。もちろん窓を二重窓にしたりする強化も気密も良くなるし、断熱性能も高まるのですごくいいですよ。でこれをやって何がいいかっていうのはですね、夏だけにとどまらず、床の気密を上げて断熱高めると足元の温度がすごい上がるんですよ。特に無断熱の家はもうね、劇的に変わりますね。もう本当に言われたことあります、おばあちゃんに。私いろんな買い物したけど今回の買い物が一番値打ちあったわみたいなそれ言われて僕嬉しかったですけどね。それぐらい上がるし、だから夏のこともエアコン効くために効くけども、そのまま漏れなく美味しくて冬も効くから損は絶対しないので、これもすごくおすすめです。で最後に予算が許せば、外壁を付加断熱をして外壁の断熱高められたらいいんじゃないかと思います。はい、こういう順番でやっていただいて、夏を乗り切っていただきたい。で僕も83歳の母と同居してるんですけども、とにかくね、僕彼女といつも夏と喧嘩するのはエアコン切り寄るんですわ。私一人やったらもったいないとか電気代かかるって言うんですけど、いやいや、お袋がな、熱中症になって倒れた方が俺は困んねんと。だからエアコンの、電気代なんては知れてると。なんちゅうかうちにはある程度断熱性能になってるし、太陽光発電も載せてるから、もう太陽光発電も打っても知れてるから、10年経ってるから、もうその電気で冷やしてくれとって言ってる。でエアコンをつけてくれることによって、そのさっき言いましたように、その熱中症とかのね、そういうその脱水症状を起こすようなリスクがすごい軽減されるので、やっぱりそういう健康被害にならへんためにも、ぜひそのこの断熱リフォームに関しては、夏が近くなるからこそ少し頭に置いていただいて、で本当ね、屋根のこととか床のことで工事もそんなに長くかかりません。上手にやったら1日2日でできる時もありますから、
もう言うと激変しますよ。激変ビフォーアフターみたいな感じです。テレビじゃないですけどね。でそんな感じになりますので、ちょっとこういうことも考えていただいて、あの暮らし方の強化ですよね、やっていただけたらと思いますので、ぜひちょっとこう頭に置いてみてください。はい、まあ、こんな感じで、まあ、大きなお世話かもしれませんけど、家づくりについて、暮らし方についてなんだかんだいつも解説をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。